さあ縦に入ったマテウスからワンマンシュートを打てるか、左足決まった、この縦パス素晴らしかったですし、その後ファンマ選手の動きだし、まあ、この形になればやっぱり決めてきますよね、ファンマ選手。ファンマも落ち着いてましたね。そうですね、一瞬こう中にここで切り返す見せかけてまたこう左に持っていって外してからのシュート、やっぱりこの辺の感覚はやっぱりストライカーですよね。